今よ。これはビザンティウムで発達した高度な弓術に触れている。古代都市が近い。ララ、氷河が見える山まで来たわ。トリニティの様子は？奴らは作戦を始めるところよ。私は古代都市に入るところ。ソフィア、あまり早く攻撃しないでね。少し待つわ、また連絡する。狂気の男は止まらない。何が彼を突き動かしているのだろう。我々は世界の端の極寒の山々を抜けていく。彼の信者が次々に命を落とす。かすかに残された足跡をたどっていくと、毎日墓や死体に出くわす。私も痩せ、厳しい状況にある。しかし目標まであと少しだ。私の馬も死んでしまった。ブルガリア人反対運動以来、私と常に行動を共にしたメス馬、私は彼女を切り刻み、その肉を背負って運んだ。目標まであと、あと少しだ。峰の上から彼らの歌声が聞こえてくる。風に乗って楽しげに。一週間以内に預言者を仕留めてやる。そして意気揚々とトリニティ教団に戻るのだ。あと一日、必ず仕留める。
που δεν έχουμε ξαναδεί ο μια τους. Όμως εσείς φοράτε την παροπλία της πίστης και όταν πέσετε, σηκωθείτε ξανά! Θα τους σκοτώσετε όλους! Η πηγή δεν θα μετακινηθεί! Θα υπακούσετε τη διαδοχή του προφήτη! Εκεί θα συναντήσουμε τους συμπολίτες και θα βάλουμε την πόλη σε πορεία.